ンネル24卒就活生の面接チャレンジということで、本日はサマーインターン編でございます。本日はゲストに斉藤さんにお越しいただいております。斉藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。出演の経緯なんですけれども、サマーインターンの選考に向けて斉藤さんの方がですね、内定チャンネルで面接の練習をしたいということで本日ご出演いただきました。なんか聞くところによると、斉藤さんは普段から内定チャンネルご視聴してくださってて、サマ信者っていうふうにおっしゃってくださってるんですか？あ、そうですね、あの就活のイベントとかでもお見かけしていて、実際に強く興味のある方だなと思っていました。あ、ありがとうございます。あ、でもあんまり、あの、まだブランド力ないからあんま言わん方がいいかもしれないです。ありがとうございます。メール名ありますか？いや、やめてくださいよ。勘弁してください。緊張するな、そんな言われたら。まずは佐野人事パートから行ってから株元パートっていう形で、2人から代わり番号で面接を行わせていただきますので、斉藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは、まずは、人事パートで、私から質問させていただきます。ではまず斉藤さん、自己紹介をお願いします。大学から参りました、斉藤と申します。私の大学の専攻は中小企業研究になっています。本日は、こんなありがたい機会ないと思いまして挑戦させていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速質問の方移っていきます。斉藤さん、今後どんなところのサマーインターン、企業様参加されるご予定ですか？今私は就職活動に際しまして、あまり業界を絞っている状態ではなくて、なのでとりあえず自分が興味を持ったところにはなるべく応募するようにはしています。しかし自分が特にこういうところがいいなというふうに思って選ばせていただいているのは、その若いうちから裁量権が多い企業様に興味がありまして、なので事業立案でしたり、そういう内容のインターンには特に興味を持っています。裁量権がある、ない、ある、ない、出て判定してらっしゃるんですか？これは年功序列の形が薄い企業様がそこに当たるかなというふうに今は考えております。ついてから 3,4 年とかで事業部長とかに勤めさせていただけるところは、やはりすぐ目で見て分かる部分であると思うんですけど、やはりそういうところは裁量権が大きいのかなというふうに考えております。事業部長にチャレンジできるイコール裁量権がある、これ成立する理由って何でしたっけ？自分のイメージといたしましては、その自分のちょっと興味ある業界の話にはなってしまうんですけども、私はアパレル業界にすごく興味がありまして、ただアパレル業界で裁量権を持つというふうになりますと、店舗で何年も経験を積んでから初めて本社に行っていろんな事業の責任者とかを務めさせていただけるっていう認識であるんですけども、そういう形というよりはやはり 3,4 年でその事業部の部長を務めさせていただけるっていう、そのスムーズな形の方がパッと分かる指標として、私の中ではそれが裁量権があるっていう部分なのかなというふうに考えております。もう一度同じような質問しちゃうんですけど、事業部長になれることが、はい、なぜ斉藤さんにとって目指すべきものだと捉えてらっしゃるんでしたっけ？事業部長になるというのは、その事業をやっていく中でいろいろ役割分担というのはあると思うんですけども、その中はやはり統括するという立場になると思うので、自分が責任を持って、その自分の考えとかを周りの人に通すのはもちろんですけど、周りの人の意見を聞いてそれで自分が最終的にどうするかという判断を下す立場にあると思うので、そういう点で事業部長になるというのが裁量権のあるということで私の中で認識しております。じゃあラスト、裁量権がある会社でどうなれれば OK ですか？私はちょっとこんなこと言ってしまったら失礼なんですけども、将来自分のアパレルブランドを設立したいという夢がありまして、就職いたしましたら自分で少しずつ準備を始めて、そのうち独立をして自分でアパレルブランドを設立したいと考えております。なのでブランディングということはすごく困難で責任を伴うことだと思いますので、そういう裁量権のある企業様で働かせていただきまして、と責任感のある仕事でしたり、あとは事業立案とかをしていく中で、そのブランディングでしたり、あと経営者とのスキルっていうのを身につけられればなというふうに思っておりますので、私にとって目指すところは成長です。ごめんなさい、もう一問だけ、これでおしまいです。アパレルブランドを立ち上げていくっていう状態を目指す上で、なんで事業とか立ち上げる必要あるんですか？なんかそれってラーメン屋将来やりたいです、ハンバーガー屋で勤めますみたいな感じで、いやいや最初からラーメン屋勤めた方がいいんちゃうって思っちゃうんですけど、なんで事業立案したりとか統括したりとかってする必要あるんでしたっけ？これって自分の中ではその業界とかやることが同じ形ではなくても、やはり新しいことを始めるということにブランディングとかアパレルブランドを設立するっていうものは事業立案にすごく似ているものがあると思っていまして、例えばマーケティングとかそういうことにも関わってきますし、アパレルブランドについてそのアパレルで裁量権を持たせていただけるのが、一番ベストな形だなと思うんですけども、調べている限りやはりそういうところってあまりないと思っていて、その新しいことを始めて、その責任者になるっていう点では責任感のあるブランディングでしたり、そのアパレルブランドを設立するというところに似通っている部分があるのかなというふうに考えております。 OK です。では私からの質問以上です。じゃあお願いします。裁量権があるってどういう意味ですか？
裁量権があるというのは、任される仕事の量が多いことでしたり、あとは自分で決められる範囲が大きいことかなというふうに考えております。自分で決められるっていうのって、斉藤さん何かアルバイトとかされてますか？バイトは3つしておりまして、アパレルブランドの販売スタッフ と塾講師と家庭教師やっております。じゃあ例えば家庭教師で例えると、家庭教師のバイトって今裁量権ありますか？ないですね。それなんでないって思うんですか？多分普通の一般の家庭教師では裁量権ないと思うんですけど、私の家庭教師の場合は個人的に家庭に教えに行ってるので、私が授業を決められるので、それに関しては裁量権あるんですけども、例えば塾講師の場合において、その家庭教師はなくなってしまうんですけども、やはりどういうふうに授業をするっていうふうに方針が決められているっていう点では裁量権はないかなというふうに考えております。塾講師の中で、塾講師の会社で裁量権がある人っていうのは誰ですか？裁量権がある人はもちろんそれはトップだと考えているんですけども、裁量権がどんどんその下の立場になっていくと小さくなっていくんですけども、やはりその塾の教室長でしたり、そういう方たちはやはり新人よりは全然裁量権があるなというふうに思います。それはどうしてそう思うんですか？やはりその会社全体の方針として、どういう会社なのか、どういうことを行っていくのかっていう方針は固まってると思うんですけども、その教室長の方たちで考えて、その教室の色を出すっていうところの部分に関しましては、そこは自由を与えられていると思っていまして、もちろん指示があると思うんですけども、その中で自分で考えて行動できるっていう点では裁量権があるのかなというふうに考えております。授業を今やっているわけですね、塾講として。それもこの科目をなんか授業してくださいって言われて、どういうなんか喋り方とか、どういうふうに話したら伝わりやすいかとかっていうのは、自分で裁量を持って決めてるわけですよね。アドリブというか台本があるわけじゃないですよね。そうですね、はい。台本を読み上げてるだけではないっていう時点で、それは一応裁量権ですよね。そうですね、はい、私もそう思います。だからその裁量権があるないの定義がいまいちわからないんですけど、じゃあ今裁量権あるじゃないですか。でなんでトップだともっと裁量権があるって思ってるのかなと思って。自分が影響を与えられると対象となる人の範囲かなというふうに考えておりまして、塾のその全ての全体の代表になりましたら、どういう塾になるかとか方針立てでしたり、どういう授業を行っていくのかということに対してのとほとんどの裁量があると思っていまして、でそれと同じように、例えば私がアパレルブランドを設立しましたら、どういうふうにブランドを動かしていくかということに関しましては、私が裁量を持っていると思いますので、もちろんその塾講師としてどういうふうに授業を教えていくっていう点では、そのマニュアルに沿ってやっているわけではないので、私にもある程度裁量はあると思っているんですけども、裁量を使ってどれだけの人に影響を与えられるかっていう範囲の大きさで私は差があるかなというふうに考えております。そうすると、例えば先ほど事業部長っていうところを一つの例にしてましたけど、部署の人数が2人とかで、部長でも、はい、部長は部長じゃないですか。そうすると影響を与えられる人数2人とか1人でも裁量権はあるっていうふうに思います。それだったら個人で家庭教師やってた方がもっと裁量権あるのかなと思うんですけど、私の考えですと、どれだけ人数が少なくても、その一つの事業部の長として、その他の事業部と一緒にその会議をしたりっていうので、代表としてその出向いたりとか、表立って行動して他の事業部こう影響し合って活動しているっていう時点で、やはり私が一人でしている家庭教師でしたり塾講師っていうものよりは、やはり人数の違いはあれど、裁量の大きさは全然そちらの方があるのかなというふうに考えております。まあ僕もへりくつみたいになってるのは分かるんですけど、アパレル会社の販売スタッフ部門のこの店舗のこのエリアの部の長ですって、要は細かく区切ればいくらでも長にはなれるわけですね。あとはそこに役職名があるかないかで、あんま本質的じゃないんですよ。その部の長にこだわるとか、裁量権が大きい少ないっていうのも、なんかいまいちこう概念が曖昧なんですね。なのであんまちょっとピンときてなくて、じゃあ一旦それは時間もあれなんで次に行きます。インターン通してどんなことを学びたいですか？私自身まだ就活を始めたばかりで、その会社で働くというものがどういうものなのかということも全く知らない状況ですので、いろんな業界のインターンに参加してどういう仕事をされているのかっていうのを体感するというのが、まず第一の私がやりたいことです。じゃあ最後、裁量権っていうところが一番多分ポイントだと思うんで、もう一回裁量権について質問最後すると、はい、裁量権がない状況ってどういう状況だと思います？裁量権がない仕事ってどういう仕事ですか？働き始めて若手のうちで与えられた仕事をそのまま言われた通りのままにやらなければいけない環境かなというふうに考えております。
思います。基本ないですよそんな仕事。そんな仕事ないですよ。アルバイトぐらいです多分そういうの。だからそれ以外の仕事だったら何でもいいんですかねってなっちゃうんですけど、自分がまだ明確に定まっていないので、そのお答えに関して自分の中でのその裁量の定義というものをその明確に伝えられないのはちょっと申し訳ないんですけども、自分の中で少しでもやはり決められたルートを送るような企業様というよりかは、その若いうちからいろんなことを挑戦していただけるっていう点での、そういう意味での裁量の大きさがある企業様に興味がありまして、なので少しでも自分にとって挑戦させていただけることが多ければ、自分にとって裁量が大きいということで今興味を持っております。なのでこれからの定義についてちょっともう少し詳しく深掘りしていければなと思います。では斉藤さんお疲れ様でした。いかがでしたか。ちなみに実は昨日も面接がありまして、同じ裁量ということを言ってちょっと突っ込まれた部分があったので、もうちょっとしっかり固めてくればよかったなっていうところです。まず佐野からフィードバックさせていただきます。ざっくり2点、まずはまあご自身でもおっしゃってた通り裁量の部分かなと思います。でこれ推測なのであんまり鵜呑みにせんといてほしいんですけど、私が思う斉藤さんの言う裁量って前提自由に決めれるっていう、自由度が高いっていうのが前提にあって、クワドラット4分割で 1,2,3,4 って窓を開けた時になんかインパクト超でかいっていうのと、あと与えられる範囲がこれ別物で分けて、インパクトも範囲も超でかいっていう、ここに全振りしていきたい、自由度高くっていうのが斉藤さんのなんか表現したかった内容なんかなとか思いながら聞いてました。で今のは私が推測してる内容でしかないので、そうじゃないよっていうであれば、斉藤さんの中でどういう風な状態になれば裁量があると言えるんやったっけっていうのはなんかイメージしていただけると、いいんじゃないかなと思いますっていうところが1個目。2つ目が気になったのが、それ以上になんかアパレルブランド立ち上げたいんだったらアパレル会社行った方がいいんじゃないっていうのに対する切り返し、もうちょっとなんか、クリティカルさ求められるんじゃないかなと思います。特にアパレルブランドには入社する予定ないんですもんね多分斉藤さんは。ってなってくると、なんかその新規事業が学べますっていうのがアパレル立ち上げていく上でガチで本当に有益なんだっけっていうところは、斉藤さん自身が、自分で自分に説明してあげられないと多分他の方々納得させられないと思うので、アパレル会社に行く武者修行期間をなぜアパレル会社以外に身を置いて、その事業部長とか、まあ、事業部長は多分1個の例えです、おっしゃってくださっただけだとは思うんですけれども、他のルートを通って一見迂回ルートに見えるような、それを斉藤さんはなぜわざわざそれ選択してるのかっていうのを説明できるように言語化しておく、このあたりが求められるポイントかなと思いますね。私からは一旦以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、採用権っていう言葉の定義が多分本人があんま分かってなくて、それによって不本意というか地雷を踏んじゃう可能性があってそれを気をつけた方が良くてですね、結論簡単に言うと、これアドバイスですよ、現場の仕事に対してのリスペクトをもっとアピールした方がいいような気がしてて、今斉藤さんが踏む可能性がある地雷っていうのは、例えるなら飲食店のアルバイトの面接行きました、目の前に店長がいます、店長と面接の時に現場とかじゃなくてもっとその店長とかをこき使えるような仕事をできるようになりたいんですって面接官の店長に対して言うみたいな、まあ、今のは極論ですけどね、でもちょっとその構図に近い地雷を踏みがち、だから将来的にはいろいろ任されるために現場の仕事とかをどんどんやって信用を築いていきたいみたいな言い回しの方が多分地雷は踏まなくていいかなっていうふうに思います。これはなんか面接のアドバイスですね、シンプルに。で裁量権っていうのが大体は合ってるんですよ、言ってることって与える範囲の、ね、影響がみたいな。裁量権の大きいの究極って自分が社長をやることだったりとか個人でやることなわけですよ。基本的にお金なんですよ裁量権っていうのは。だから社長未満であれば、例えば斉藤と1000万やるからこれで売り上げ伸ばせ、これが社長の次に裁量権ある人なんですよ。で1000万を預かった人が100万ずつ部下に配って、お前はこの服のデザインを決めろ、お前はこの服の材料を決めてこい、お前はこの服を店舗でどうやって売るか考えてこいみたいな、広告を考えろとかで、そういうので振り分けられて、それぞれは100万円をもとにまた自分で考えるんですよ。これも裁量権なんですよね。ってなると裁量権っていうのはみんな社長未満は大体一緒なんですよ。あとはその動かせる金額の違いなんですね。
だから1000万の人の方がいっぱい金額動かしてるだけで、別に考えてるって意味では全員一緒なんですよ。だから本当に具体的に言うんであれば、動かせる金額だったりとか、まあその資産、まあ人の人件費を含めてですね、動かせるアセットっていうんですかね、をなるべくでかくしたいっていうのが、まあ正確な言い方かもしれないんですけど、それはさすがに角があるわけですよ、角が立つわけですよ。だからまあさっき僕がアドバイスした感じで、まあその将来的には大きな仕事を任せてもらえるように現場をやりたいですみたいなの方が、会社員の面接官相手だったら角が立たないんじゃないかなっていう、そんな感じがしました。まあみんな思ってるわけですよ、そんなことは。若くから出世したいとかそういうのはみんな思ってて、当たり前のことなんですよ。それって下っ端の仕事だけずっとやっていきたいですなんていうことやつはいないんですよ。だから意識高い風で当たり前のことを言ってるだけなんで、さらにその一歩上を行くなら逆に現場仕事にリスペクトを持つっていう方が差別化できるのかなと思いました。はい、ありがとうございます。ということで本日は24卒就活の面接チャレンジサマーインターン編ということで斉藤さんにお越しいただきました。斉藤さんありがとうございました。ありがとうございました。